皆様ご視聴ありがとうございます。今回の動画は中部国際空港セントレアからグアムに弾丸で旅行に行こうと思います。セントレアからはユナイテッド航空がグアムへ直行便を飛ばしております。他にも成田、羽田、関西空港、そして福岡空港からもユナイテッド航空は飛ばしておりまして、すべての便で ANA のマイルで予約することが可能です。しかもどの空港から乗っても、まあシーズンにはよりますが、基本的には片道1万マイル、往復でエコノミーで2万マイルで予約することができるので、コスパは悪くないかと思います。まああとおまけで国内線を追加したりっていうのもできますので、マイルに詳しい方がよく使う技を使うこともできます。今から2年前ぐらいですかね、ちょうどコロナが明けてまだギリギリコロナ禍ぐらいの時にグアムに行きましたが、まあその時と比べてどうなのか、まあ今回も一人旅ですのでその様子をお届けしたいと思います。それではセントレアに到着しましたので、今からユナイテッド航空チェックインしていきたいと思います。ということで、もうすでにチェックイン始まってるんで終わらせます。ということで、サクッとチェックインのできました。結構お客さん少ないみたいで、今スタッフの人が言うには今日2割ぐらいの搭乗率。セントレアに、ね、もうちょっと早く来る予定だったんですけども、電車がね今日遅れてて、そうちょっとギリギリになったというか、まああと飛行機出発まで1時間40分ぐらいかな、まあ余裕ですけどね、この後このまま出国していくだけなんですが、なんか久しぶりですね、セントレアからなんか出国してこの昼間というか、なんか平日に来るの。だいぶなんか人が落ち着いたのかな、まあ以前よりは言いますけど混んでないですね。なんかここ最近日本の空港で混んでないの見たことないんで、なんかセントレアのこの落ち着きがほっとしますわ。とりあえずもうやることはありませんので、このまま出国していきましょうか。でセントレアね、プライオリティパスすごい使えるんじゃないですか。最近私全然プライオリティパス使ってなかったんですけど、あんま時間ないんでこのまま出国して、普通の制限エリアのレストランでなんかうどんとか食べようかと思います。ということで秒で出国と保安検査終わりました。待ち時間ゼロ、久しぶりだな。優先レーンとかないのに、いや最高だわセントレア出国。毎度同じことにはなりますけど、朝ごはん食べましょう、はい、やばいな、めちゃくちゃ混んでるわ、これ時間かかるな、やめますかめちゃくちゃ混んでて時間かかりそうなんで、普通にラウンジ行きます。ということでラウンジ入りましたけど、結構ね混んでて、まあちょっと軽く食べるぐらいにしときます。きしめんと、まあ、サラダ系ですね。 ANA のね特典航空券で、日本とグアムの往復、別に出発空港がセントレアであって、羽田に戻っても成田に戻っても福岡に戻ってもね、往復エコノミーであれば2万マイルで行けるんですよね。でユナイテッドの、マイルでもなんか2万5千マイルとかだったら、なんか安く行けるみたいなので結構売り出してるじゃないですか。 ANA の方が2万マイルで行けるんですよね。ただまあちょっと燃油サラチャージとかかかるんですけど、非常にコスパよく行ける、うん、ただグアムはね一応アメリカになりますんで、物価がね円安でちょっときついっていうのはあるんですが、徐々にですね復活の兆しがあるみたい で自分もちょっと久しぶりにちょっとグアムで短い期間ですけどゆっくりしてみようかなっていうふうに思いました。まあ、日本人の人たちもともと人気のエリアなんですけど、日本人の皆様が大好きなアンキンタンですね。アンはちょっとなかなか厳しいかなって思う部分はあるんですけど、キンタンですね、近くて短い時間で行ける、日数で行けるっていうのは、まあ、グアムはうってつけですよね。3時間ぐらいあれば行けますんで、今後復活してほしいですよね、うん、日本人行きやすい場所ですから、うん、とりあえずあと30分ぐらいで搭乗開始なんでラウンジ出ましょうか。意外とね、他の便が混んでて、今一番混んでるのは SQ って言ってましたね。シンガポール航空、今日も満席で、その人たちが今、ラウンジにいっぱいいたんですけど、今ちょっとはけて、静かになりましたけど、はい、まあ、平日ですしね、とりあえず、久しぶりにグアムでゆっくり過ごそうと思います。それではゲートに行きましょう。それでですね、セントレア、ユナイテッド航空利用する場合ですね、スターアライアンスゴールド持ってても、入れるラウンジがね、ないです。今日初めて知りました。さっきねプラザプレミアムラウンジ入ったんですけど、普通にステータスで入れるのかなと思ったら、ユナイテッドさん一つもね定型ラウンジなくて、スターラゴールドだから入れると思って来る人多いんですよって言われまして、結局プライオリティパスで今回入ったんですけど、一個もないのすごいね。エアチャイナとかで入れるのに、タイ航空とかでも珍しいですね、知らなかった。ということでゲートの前に来ました。21番ゲートでグアム行き、ユナイテッド UA136 便ですね。
ANA とコードシェア便です。で時間がね早くなってますね。多分お客さん少ないからすぐ出発するんでしょう。それでこちらが今から私が乗るユナイテッドの飛行機ですね。まあ基本的にこの737ですね。コンチネンタル航空が就航してまだあった時から多分使ってる機材で、だいぶ古めのやつだと思いますが、まあ3時間ぐらいしか乗らないんでね、全然問題ないかと思います。しかも今日空いてると言ってましたんで。あとですね、まあグアム便に関しては日本各地の主要空港から今ね飛んでるとは思いますけど、名古屋便はね、今11時30分発、今日は20分ですけどの出発で、現地に16時、夕方4時ですね到着という感じになりまして、日帰りグアムっていうのはちょっと厳しいかと思いますけど、基本的に1泊、まあ、2泊する人だと結構いい時間帯じゃないかなと思います。この昼前ぐらいに飛んで夕方にグアムに着くみたいな、でそのままホテル着いて晩ご飯食べてみたいな感じで、時間はいいと思いますね。あとね14分で搭乗開始なんですけど、今こちらユナイテッドのグアム行きの一番近いこの待ち合いなんですが、こんなにこんな感じでねお客さん全然いないんですよね。座ってる人ほとんどいなくて、大丈夫かな、なくならないでほしいですね。名古屋便だけまあやめて東京便大阪便増やしますみたいなことよくある感じな気がするんで、名古屋はもういいですみたいな感じでやめる航空会社結構あるんでね、ぜひ東海地方の人乗ってください。マイル溜まってる人いっぱいいると思うんで、マイル消化でぜひ。それでですね、今待合のこのベンチで座ってたんですけど、ユナイテッドのスタッフさんがね私のところに来てなんか話しかけてきたんで、なんかあったんかなと思ったら、スターラゴールドお持ちですよねって言われて、持ってますよって言って、一応飛行機のそのシートのランクでスターラゴールドの人前の方の広い席に空いてるんですけど座りますかっていう風に向こうから聞きに来てくれました。自分から尋ねてないんですけどね、自分は後ろの人のいない席を選んでたんですけど、今こんな感じで新しく航空券ここまで持ってきてくれました。チェックインの時はね何も言われなかったんですけど、わざわざこんなことしてくれるんですね。隣の人もいなくて前の方の席にしましたということで、ありがたいですね。まあこれ多分お客さんが少ないからやってくれてるんですよ、普段あんまないと思いますけどね。よかった、ラッキーでした。すごい真摯な対応でしたね。よかった、嬉しいわ。ということで間もなくですね、プレミア 1K カスタマーチャーミン2番アワルカムトゥープレロ、プレミア 1K のお客様は機内へとご案内いたします。どうも。でゲートくぐりました。ボーディンググループ1のお客さん俺だけでした。ビジネスクラスの人もねいないみたいですね。天気はめちゃくちゃいいんですけどね、まあでもグアムいいところですからゆっくりしに行きます今回は。こちらの前方の席ですね。やっぱりちょっと広いですね、後ろのところに比べると。はい、こんな感じです。それで座席に着きました。やっぱり古めかしい機材ですね。モニターもなんか四角いやつで、今見たらねビジネスクラスのお客さん1人一組か2人ご夫婦の方がおられました。ということで737-800かな、久しぶりにねこの窓が四角いんでこれも懐かしいなと思いますね。ちょうど座席はエコノミーの前から3列目で、ちょうどエンジンの前ぐらいですかね。拳は1個2個3個分ぐらいあるんで全然広いですよ。まあ、あと座席には、ブランケットが置いてありました。基本的にエコノミーでグループ1で乗ったお客さん、スターアライアンスゴールド持ってる お客さん俺しかいないはずなんで、この価格に乗ってくる人は多分俺しかいないんですよ。今ちょろちょろっとね後ろの方に行った人たち見ましたけど、はい、こんなそんな感じなんだね。なんかセントラルでね働かれてる方で視聴者さんがいるんですけど、その人がねスーさんグアム便1人の日とか2人の日ありますよって言ってたんですよね。それまずいなと思っててね、そんな感じだとやっぱりさっきも言った通り飛ばさなくなっちゃいそうなんで、
まあ、俺一人が乗ったところで変わらないし、しかもマイルですし、あれなんですけど、まあ、皆さんにこう周知してもらって、グアムにね、行ってもらえればと思います。で、あとグアム入国に関してはね、エスタは別に必要ないんですけど、まあ、あったらあったでいいかなぐらいで、まあ、自分はエスタ持ってるんで、そのまま普通に入ります。あと一応、入国前に電子申請で、税関の申請ですね、QR 発行されるんですけど、それもやっときましたんで、まあ、問題ないでしょう。今、アルコールシートをもらいました。まもなくでドアが閉まります。早いですね。グアムに行くのがね好きだっていうのはあるんですけど、なんか久しぶりにワクワクしますねちょっとね今回世界一周旅行から帰ってきてからね、いろいろバタバタしてて、いろいろね家庭の事情もあって、なんか久しぶりに出かけるなって感じがして楽しいですね。おそらく今最後のお客さんが乗ってきまして、この足元が広い前方エリアで、多分お母さんと子供一人で来たんで、多分左側だと思うんですけど、子供がなぜか私の前に来ました。まあ、空いてるから使ってるんだと思いますが、わざわざ私の前に来なくてもいいのに。今 CA さんに今日何人飛行機乗ってるんですかって聞いたら23人と言ってました。すごい少ないですね。コロナの時は思い出すかのようなぐらい全然乗ってない。まあでもね、2人とかの日もあるらしいので、1人とかそれに比べれば乗ってる方かな。お客さん多分その23人中半分はね日本人なんですけど、半分は外国人だと思います。てかグアムの人でしょうね。動画の途中ではございますが、少しばかり広告をお許しください。毎度おなじみ NordVPN の宣伝です。現在 NordVPN ではスペシャルなキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用のリンクから、私のチャンネルクーポンコードを活用していただいて、2年間プラン以上をご契約いただくと、大幅割引プラス4ヶ月延長、さらに今なら特別にサイリーという eSIM の会社があるんですけども、データローミングクーポンが、ついてきます。よかったらこれを機にですね、ご検討いただければと思います。ちなみにサイリーという eSIM の会社、 NordVPN が開発する企業が2024年春にリリースした海外旅行者向けのグローバル eSIM サービスの、まあ、会社となっております。それが無料で、今回ね、今の条件をクリアして契約いただければついてきますので、よろしくお願いします。ということで、今私はグアムにおりまして、久しぶりにね来てるんですけども、まあ、皆さんね、海外旅行、今後夏休みとか、お盆休みで行かれる人非常に多いと思います。ぜひね、VPN を活用していただきたいと思っておりまして、まあ、何度も言ってますけども、海外に行かれた時ね、ホテルや空港、カフェ、駅、様々な場所で公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi っていうのを使うと思います。
そういった時にちょっと注意しないといけないことがあって、公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi ね、全部がそうではないんですけども、セキュリティがしっかりしていない場合がたまにあるんですよね。そういうのはやっぱ使ってみないとわかんないんですし、まあ見てもわかんないじゃないですか。運悪く使ってしまった時に、自分が持っている個人情報を盗み見されて悪用されるというね、犯罪行為に巻き込まれる、可能性がございます。具体的に皆さんが一番ね、多く、被害に遭うケースの話をすると、やはり、自分の個人情報の中でも、やっぱお金にまつわることですね。ネットを介して買い物をしたり、お金を送金したり、やり取りしたりっていうのを、たまたまそういったセキュリティのね、甘い Wi-Fi を返してやってしまった時に全部ねデータを取られて、それを悪用されて身に覚えのない決済をされたりとか、そういった被害に遭ってる人がいます。せっかく楽しいね海外旅行に来てて、なんだこの決済はみたいな、で、あそこでこれ取られてるんだみたいな分かった時の残念な気持ちといったらありませんので、せっかく気持ちよくね旅行してる時にそういったね残念なことにならないように、ぜひともねVPN を活用していただきたいと思っておりまして、公共 Wi-Fi、フリー Wi-Fi を使う時に VPN をかますことによって、第三者から情報を盗みされるということをね防ぐことができます。安心安全にね使っていただくことができるようになりますので、私は非常にお勧めしております。 VPN 使ったことある人ならね経験してるかと思いますが、VPN をかますとインターネットの速度がね落ちることがあります。速度が落ちてねサクサク使えないっていうことで VPN にやっぱめんどくさいみたいに思っちゃう人いるんですけども、 NordVPN は業界最速の速度を誇っておりまして、たとえ VPN につないでいても普段と変わらずにインターネットを楽しむことができます。あとはね皆さん嫌がるのは設定なんですけども、いろいろねパソコン、まあスマホでもいいです、デバイスでも VPN を使うときに設定が細かくてめんどくさい、やりたくないよっていう人も結構いると思うんですが、アカウントさえ用意していただければワンクリックコネクトで一瞬でね VPN につなぐことができて、余計な設定は必要ありません。さらにアカウントが一つあれば最大で10台のデバイスと接続して VPN を使うことができます。まあ、つまり家族で一人で VPN 契約していれば、まあ、10人家族ってなかなかこの時代にいないかもしれませんが、ほぼ全員カバーすることもできますし、友達とかとね、5、6人で旅行行っても、まあ大体カバーできると思いますので、一人ね、1契約しなくていいので、コスパは非常にいいです。冒頭も言いましたが、現在 NordVPN ではスペシャルなキャンペーンを行っております。この動画の概要欄にあります専用リンクから、私のチャンネルのクーポンコードを活用していただいて2年間プラン以上をご契約いただければ大幅割引プラス4ヶ月延長、さらに今ならセイリーという eSIM 会社のデータクーポンをプレゼントしておりますので、よかったらこのキャンペーンを機にご契約をいただければと思います。以上で宣伝は終わりです。本編に戻ります。機内サービス始まりまして、今食事をもらいました。割としっかりしてますね。てか前もこんな感じだった気がしますけどね、名古屋から乗った時も。でメニューが、チキンパスタかカツライスだったんですよね。そうだからカツライスを選んだんですけど、カツは多分とんかつとかのカツだと思いますけど、ちょっとよく分かんなかったんですけど、とりあえずカツにしました。でサラダとクッキーかな、飲み物はウーロン茶にしました。で開けてみました。こんな感じですね。ソースカツかな、ソースカツが2切れとブロッコリーとご飯が添えられてる。まあ、悪くないですね。量はかなり少ないです。これぐらいで自分はいいかなと思いますが、この短いフライトなら。でなんかトウモロコシとなんかあえてありますね。ちょっとよくわかんないけど、このサラダです。はい、こんな感じです。まだご飯食べてないですけど、コーヒーも配られました。熱々のホットコーヒー。ではサラダ。すいません、これトウモロコシとか言ってましたけど適当なこと言いました。これマンゴーですね。マンゴーが細かく刻んであって、それがサラダになってますね。結構でかいな。食べてみましたけど、カツだから肉だと思ってましたけど、これ中野菜ですね。ナスですね。はい、野菜のカツがソースかけられててご飯と添えられてる。まあ、ベジタリアンの食事だこれ。まあ、でもめっちゃうまいです。はいびっくりした、肉だと思ったからお客さんが少ないからね、めちゃくちゃ飲み物くれるんですよ。もうまだ全然飲んでないんですけど、水もくれました。
テーブルがいっぱいですわ。ということで今アナウンスがあったんですが、追い風の影響で40分ぐらい早く装着するということで、もう間もなくですね着陸するみたいです。なんで3時間10分ぐらいのフライトが、まあ、40分マイナスされて2時間半ですね。たった2時間半で、もうグアムに到着です。少ないし荷物も少ないから飛行機が軽いんですよね。ただそれで速いっていうのもあるって聞いたことがあるんで最高ですね。雨も降ってるかなと思ったんですが、まあ、一応ちょっと降ってるのかな。でも晴れてますね。とりあえずこの後入国審査を済ませて、ホテルに行きます。でそこでちょっとお話をしましょう。いただきまして誠にありがとうございました。また再び機内にて皆様にお目にかかれますことを機長はじめ乗務員一同心よりお待ち申し上げております。どうぞご安全での楽しい時間をお過ごしくださいませ。 Thank you. ありがとうございます。 Thank you. ということでグアム着きました。いやグアムの匂いしますね。この先がイミグレーションですね。ガラガラです。結構韓国便と、ね、重なると激混みのパターンあるんですけど、かなり空いてますね。ということでグアム入国しました。めっちゃ時間かかりました。自分が並んでるレーンがすごい遅くて混んではないんですけどね、ハズレを引きました。それ40分ぐらいかかりましたかね。まあ、でも今一応外に出れたんで、わあ一気にグアムの匂いするな、最高。テンション上がりますね。ということでホテル到着しました。ここね何回も泊まったことあるんですけど、以前もこちらに泊まりましたけどね、グアムプラザリゾート&スパっていうホテルです。この近辺で一番安いホテルじゃないかな。今日は到着で寝るだけなんで安いホテルということで、ここを取りました。で今回ねオンライン旅行サイトのニュートっていうサイトあるじゃないですか。今回初めて使うんですけど、そちらのポイントが2万ポイントあったんで、それで支払いしたんで持ち出しはゼロですね。はい、まあ、もちろんチップとかはかかってきますけど。で明日違うホテルに移動しようと思ってます。ちょっとポツポツ今雨が降ってますね。懐かしいわ。ということでチェックイン完了しました。確かこちらのホテル ありますね。下に JTB とか、HIS のなんか事務所とかあって、で JP ストア売店があるとこですね。ちょっとここ多分高いと思うんだけど、とりあえず部屋行きましょうか。ちゃんとまだ記憶に残ってますね。
今回の部屋は3111。それでこちらですね。入りましょう。ということで部屋に入りました。こんな感じです。全然十分ですね。なんか懐かしさを感じます。前もこんな感じの部屋だったと思う。まあ一番安い部屋ですよこれが。そうで一泊ね17,000円ぐらいかな、あの諸税込みで、あの普通に取ると、まあ、今回ポイントで取りました。でシングルのベッドが2つ。匂いがねもうすごい柔軟剤みたいな匂いが部屋に、ね、立ち込めてますね。でベランダもあって、ここでねタバコも吸えます。はい、灰皿あります。あとアメリカでは珍しい、まあグアムだから だと思いますが無料の水が2本。あとはトイレとバスタブ、まあ、バスタブがあるのすごいですよね。うん、こんな感じですね。まあそこまで新しくはないですけど、あとアメニティもねありますから、歯ブラシとかもあります。私のチャンネルをご視聴いただいている皆さんね、結構年齢層高いので、それこそねバーブルの頃とかグアムがね本当日本人だらけだった時代を生き抜いた方、グアム行った人、何回も行ってるよっていう人多いと思いますけど、どうですか皆さん、ちょっとハワイはね厳しいよっていう人、グアムありじゃないですか。まあ結局物価は高いのでハワイ行こうがグアム行こうが高いのは間違いないんですよ。ただまあアンキンタンの案はないですけど、近くてすぐ来れて、まあ、ほどほどにっていう、そのめちゃくちゃいろいろ観光したい人は別ですけど、ゆっくりしたいよっていう人はもうグアムありだと思いますよ。日本人の人たち今もう円安がーっていった瞬間にも海外旅行を閉ざしてる人多いので、グアムに来ること自体はねそんなに多分お金かかんないと思うんですよ。まあハワイもねあの LCC 使っていけば安いですし、 ANA とかも安いじゃないですか。そうだから今回私はマイルで来てますけど、まあ長い時間ね滞在しなくても 2,3 日だけとか1泊2日だけでも楽しめるんじゃないかなと思いますよ。まあグアムはね昔に比べると廃れててやることもないしっていうあの考えで避ける人もいるとは思いますけど、そうじゃない人はねぜひおすすめしたいですね。まだ何もしてないですけど、先に言っておくと別に案件でねあのグアムの PR のために来てるわけじゃなくて、自分であの来たくて来てるので、あとは今言った通りちょっとご飯を食べて、あとちょっとブラブラ散歩して今日はねこれで終わろうと思います。それでちょっと先に明日の予定をね話しておくと、あと一泊だけね、します、グアムで。で別のホテルなんですけど、ちょっといいホテルを取りました。またそれは次回の動画で、お届けしたいと思いますが、レンタカーもね明日一日だけ借りてるんですよね。なのでまあもう情報通の人はね知ってると思いますけど、あのドン・キホーテが空港の近くにできたりだとか、そのショッピングモールですね、新しくこう日系の、お店ができてたりとか、あと前回来た時に行ってない場所とか行ってみようかなと思っておりますので、車があればねまあ自由度高いですし、さっきタクシーでね来たんだけど、まあそのアプリで呼べるんですけどね、ちょっと高くてでなかなか来なかったんで、もうその辺のタクシー捕まえて来たんですけど、それでも高くてチップ入れて30ドルぐらいかな払ってるので、まあ日本円に換算するとみんなヒーヒー言うと思うんで言わないですけど、まあレンタカーを借りればですね、だいぶいろんなとこ移動するのも楽ですし、あとバスだとねトロリーあるんですけど、なかなか融通きかなかったりするんで、まあこの際ちょっと車借りちゃいました。レンタカーめっちゃ安かったですね。日系のねジャパレンとかいろいろあるんですけど、いくらだったっけな、全部保険入れて50ドルぐらいですね1日、なんでそんなに高くない、沖縄で借りるより安いんじゃないかな、しかも日本車でしたしね。まあその辺はまた次回の動画でお届けしようと思います。とりあえず今からちょっと飯食いに行きましょう。ホテルの中のこのコンビニというかJP ミニショップか、ちょっと見てきますか。はい、まあハワイにあるあの ABC ストアのなんか毛が生えたみたいなやつだと思いますけど、まあほぼ日本のものが売ってますよね。ちょっと値段がねどうだったか覚えてなくて、だいたいあの水の値段を見るとわかるんですけど、ハワイでねよく買ってた水があって、あ高いね、高いわ。この水がだいたいハワイで1.5 とかで安いんですよ。これ 4.25 するもんな。グアムの方が高いですね。ああクリスタルガイザーの方が安いんだ。これはああでもそうか、そんな変わんないな。ペットボトル500でこれか、ちょここが高いだけかもしれないですね。はい、あとまあお茶とか日本のお茶も売ってますし、
コーラがね、だいたい2ドルですね。まあ、買えないことではないですね。べらぼうではないですね。ちょっと高いかなぐらいですかね。食べ物もたくさん売ってますし。ちゃんと冷えててコンビニみたいになってますね、こっちは。はい、あ、イエモンとかちゃんと売ってんだ。高いな、 3.5 か。まあちょっといろいろ見ていきましょう。多分ね、外の ABC ストアの方が安い気がする。明日行こうと思ってますけど、あの新しくできたあのドンキホーテもそっちの方が多分飲み物とか安いと思いますね。今ちょうど晩飯時なんですけど、人がこのホテルにあんまいないかな、このショッピングモールは。外は結構歩いてる人いましたね。このホテルの目の前にあるエクスウィング潰れたんだ。知らなかったな。なんかグアムといえばここで食べるっていう人多かった気がするけど、パンケーキとか。潰れたんですね。あれ、ここマックだった気がするけどなくなったんだ。ハーゲンダッツは前からあったけど、マックここだったよね確か。フライデーズはありますけどね。なんかいろいろ変わってんな。みんな大好きホノルルコーヒーもありますね。ということでちょっとコーヒー飲みたかったんで、買っちゃいました。6ドルでしたかね、このホノルルアイスコーヒーラージサイズ。まあまあまあって感じでしょう。美味しい。見た感じやっぱりね、韓国人の人の方が多いと思います。ただ日本人の人もね結構いますね。以前よりはだいぶ日本人の観光客の人いるなって感じがしますね。今日平日ですからね、まあ土日だったら分かるんですけど、平日でこれだけいれば、まあ復活してる方じゃないですかね。2階のショッピングエリアもかなりちょっと廃れてる感じはありますね。ここね覚えてますよ、以前ね PCR 検査場でした。はい、 PCR をやりに来た気がする。この辺はなんかやっぱ変わんないですね。以前来た時にこちらの通りのアイホップがねやってなかったんですよね。閉まってたんだけど今日やってますね。今回宿泊であの朝食ついてないので、明日の朝ごはんでアイホップ食べに来ようかなとちょっと思ってるんですけど、いつも朝食でパンケーキでアイホップなんで、なんかおかず系食べてみたいですよね。今日今からここで食べようかな。あー、まあ結構するか。だいたい50ドルです、ステーキのセットとかだと。もっと安いのもあると思うけど、ハンバーガーとかも美味しいんかな。 JCB で払うと 10% 引きらしいです。ド定番ですけどハンバーガー食べようかなって今は考えてて、どこでもまあハンバーガーあるんですけど、なんかハードロックカフェって世界中にあるじゃないですか。意外と入ったことないなと思って、でなんか食べてるレビューとか皆さん見たことあります？ハードロックカフェ、なんか意外と入らなくないですか皆さん。ちょっとここはあえてグアムでハードロックカフェに入ってみようかなと思います。まあハードロックカフェといえばこういう系ですよね。バーガー、ステーキ、サラダ、揚げ物。ハードロックカフェ入りました。こんな広いんだ。全然お客さんちょっと入ってないんだけど、めちゃ広いですね。まあ、メニューもちろん日本語書いてあるんですけど、ステーキのセットで70ドルとか書いてありますね。まあ、そんなにお腹空いてないんでハンバーガーと飲み物だけでいいかなって感じなんですが、それでは注文しました。ハードロックチーズバーガーと、無糖のアイスティー頼みました。でアイスティーとかアイスコーヒーとかはあのリフィール OK なんでおかわり自由ですね。アメリカ圏はだいたいアイスティー飲み放題な感じが嬉しいですよね。リフィール OK っていうのが、しかもでかいですし、なみなみ入れてくれるんで嬉しい。それでこちらが注文したハードロックチーズバーガーかな。まあでかいですね、普通にマックよりかはでかい。特にね説明することはないんですけど、ハンバーガーなんで、まあグアムっぽいっていうか、もっといろいろお店ありますけどね、今回はちょっとハードロックカフェに入ってみたいっていうだけで、はい、選びましたんで、ちょっとでもねアイスティーがなくなるとあの継ぎ足しに来てくれます。それじゃあいただきます。まあ想像通りの味です。
肉肉しくて美味しいですよ。久しぶりにハンバーガー食べる。ハードロックカフェが結構空いてるんで、あの街のね、ど中心にあるんですけど、これが意外でしたね。結構混んでるのかなと思ったんですけど、ガラガラですね。それではお店出ました。まあ味は普通ですけどね、スタッフさんの対応がすごく、まあ空いてるからっていうのもあると思いますけど、親切だったんで気持ちよく食事ができました。料金はね、全部で25ドルぐらい、 25.2 かな。で今チップ入れて30で、あのレシート書いておきましたけど、25だったらまあね、あ、これぐらいの金額じゃないですかね。あのアメリカ本土より安い気がするな。ニューヨークとかで多分マック食べたらもっとすると思うんで、はい、そんな感じでした。まあホテルに戻ります。なんだろう、このハワイとはちょっと違うんですけど、このグアムの素朴な平和な感じめっちゃ好きだな。ということで、こんな感じでグアム滞在初日ですね、これにて終了になります。明日の朝、そう思い出したんだけど、あのレンタカーをね、朝8時に予約してたんですよね。そうだから8時までにチェックアウトして、ピックアップに来てくれるんで、そこからちょっと行動していろいろ回ったりとか、あの次回の動画で滞在の様子をまとめてお届けしたいと思います。一旦これで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。